一リムフィオルドは、ユトランド半島北端にある海峡。ユトランド半島とベンシュセル中島を分けるものであり、カテガット海峡と北海を結んでいる。長さは、約180キロメートル。細長く入り組んだ形状をしており、海峡の中には、モース島がある。また、複数の橋が架けられており、半島とベンシュセル中島、モース島を結んでいる。リムフィオルドの西端。 北海に面した部分はさすが発達している。ここでは、歴史時代に海峡が閉塞した記録が残されている。古くは、北海とバルト海を結ぶ波浪が穏やかな航路として利用され、西暦1027年には、クヌーズ2世が通行したとされている。中世デンマークの歴史家のサクソグラマティックスは、西暦1200年頃に閉塞したことを記している。 1825年2月3日に嵐により、サスの北端が崩壊し、阿賀水道が形成された。1862年の嵐の際には、阿賀水道より南へ、約1 0トルの地点が侵食され、チュボレン水道が形成された。阿賀水道は1877年までに、再び閉塞された。現在は、北から、阿賀地境のサスが、南から、 ハーボエア地境のさすが、南から伸び、中ほどに、チュボレン水道が開けている地形となっている。リムフィヨルドに面した町としては、東部に、オールボー、西部に、ニュークビンモースがある。ありがとうございます。